はい、こんにちは、マロです。今日はですね、ガジェッターやオーディオファンにですね、絶大な人気を得ている製品をですね、紹介したいと思います。それがこちらですね。よいしょー。はい、こちら IFI オーディオの XDSD グリフォンでございます。これは何かと言いますと、スマホやパソコン、様々なオーディオデバイスとつないで使うポータブルのヘッドホンアンプでございます。これ音質がめちゃくちゃいいんですよね。しかもいろんな使い方ができて機能も豊富なんですよ。 IFI オーディオはイギリスのオーディオブランドで、もともと AMR オーディオという高級オーディオブランドがございまして、そのノウハウが詰まった製品をもっとリーズナブルに体験させてくる姉妹ブランドでございます。もう何ヶ月かね使ってますけど、これめちゃくちゃ楽しいですよ。 iPhone のねオーディオ体験をもうめちゃくちゃグレードアップしてくれるアイテムでございます。それでは一体どんな製品なのか紹介してまいりましょう。はい、まずですね、こちらが本体なんですけども、本体はですね金属製になっておりまして、これはアルミですかね。非常にですねデザインも上質な感じをしております。マットな質感になっているので、指紋なんかもね、つきにくい仕様になってますね。まあ、スマホなんかにねつないで使うこともできるんですけど、パソコンやオーディオプレイヤーとつないで据え置きのねアンプとしても使うことができますので、このようにですね裏面にゴム足がついております。そして側面には様々な入力端子と、反対側にですね出力端子、そしてこの丸いダイヤルがボリューム調整になっておりまして、またマルチボタンとしての機能も備えております。デバイスとつないでこいつを1回押すとオーディオ再生、そして2回押すと、まあ、スキップみたいな、このグリフォン側からですねオーディオプレイヤーなどを操作することが可能となっております。また長押しするとですね、はい、このように電源ボタンにもなっておりますね。そして側面には OLED ディスプレイが備わっておりまして、まあ、ここにですね様々な情報を表示させることができます。まあ、バッテリー駆動なんですけども、バッテリーの残量だとか、そして接続している音源ですね、そしてサンプリングレート、ボリューム、あと Bluetooth 接続でも使えるんですけども、コーデックもねこちらに表示されます。大きさはですね iPhone と比較するとこんな感じ。こちらはですね 13Pro Max なんですけども、まあ、正面から見た面積はですね Pro Max よりも全然小さい。ただし本体はですね Pro Max よりも厚みはございます。でもね全然ポケットにも入りそうなコンパクトなサイズ感ですよ。で持ってみるとね重さ結構軽いんですよ。重量がですね 215g、 スマホとまあ同じような重量感じゃないかな。こちらが Pro Max、ちょっとねガラスフィルムだけ貼ってあるんですけども、これがですね 250g なんで、まあ、プロマックスよりも全然軽いですね。持ち運びに困ることはないサイズ感となっております。そして音楽を入力する方法なんですが、デジタルの USB-C 入力、こちら反対側にあるのは充電用の USB-C 端子ですね。ですから充電しながら音楽を入力してイヤホン側から出力するなんてことも可能です。そして 3.5mm と 4.4mm のアナログ入力、そして丸型の光デジタル同軸入力にも対応しております。この入力端子も非常に豊富なんですよね。さらに入力はですね Bluetooth でも可能で、スマホなどと接続して、まあ、スマホの音楽をこちらグリフォンから再生させることも可能です。コーデックも非常に優秀でですね、 aptX Adaptive や LDAC にも対応しております。対して出力なんですが、 3.5mm のシングルエンドと 4.4mm のバランス接続に対応しております。こちらのですね一番右端のボタンを押すと、まあ、USB や、Bluetooth、 同軸やライン出力など簡単にですね入力モードを切り替えることができます。そして本体側にですね音質を調整する機能が備わっておりまして、この X スペースというのをオンにすると、まあ、スピーカーのようにですね音場が横に広がって、より空間的なサウンドを楽しめるようになります。で反対側にですね X ベース2というスイッチがついておりまして、まあ、これで低音のボリュームを上げたり、また低域だけじゃなく中域も底上げしたりと、 X スペースと併用して8通りのサウンドを楽しむことができます。さらに IFI オーディオ独自の機能 IE マッチという機能も備わっておりまして、まあ、こいつですね結構低能率なヘッドホンもしっかり鳴らせるほど出力高いんですけど、高感度のいいイヤホンやヘッドホンを使った時、本体の出力が高いのでノイズが発生することがあるんですよ。これを 3.5mm や 4.4mm に合わせることによってヒスノイズを低減させることができます。つまりいろんな性能のイヤホンやヘッドホンに合わせて安定したサウンドを楽しめるように調整することが可能なんですね。いちいちダップやスマホのように設定メニューを出さなくても、本体側のスイッチで音質などの調整
整ができるの結構便利です。アナログにはアナログの良さがありますよね。そして音源のサンプリングレートは PCM で最大 768kHz、 そして DSD のネイティブ再生にも対応しておりまして、最大 512 MQA マスタークオリティ音源の再生にも対応しております。 Apple Music のハイレゾロスレスなんかも余裕で再生できますね。使い方は簡単で、付属されているケーブルと、スマホやオーディオプレイヤーなどをつなぐだけでございます。付属品には両方 Type-C のケーブルと、そして iPhone でも使えるように Type-C とライトニングに対応したケーブル、そしてパソコン用の USB Type-A と Type-C のケーブル、この3本が付属しております。あとはこれでつなぐだけですね。はい、このようにですね、 96kHz の Apple Music のハイレゾロスレスも問題なく再生することができます。では実際にスマホにつないでみてね、音楽を楽しんでみたいと思います。それではですね、グリフォン実際ね使っていきたいと思います。まずは音をですね、この iPhone と比較してみたいと思います。あまりいいイヤホンとかヘッドホンを使うと、そのイヤホンがいいのかそれともグリフォンがいいのかわからないので、ハイエンドではないこちらのゼンハイザーの IE300 で聞き比べしてみたいと思います。接続もですね、 3.5mm のシングルエンドで試してみましょうかね。でもこの IE300 も相当いいイヤホンですけどね。ただ iPhone にはねオーディオ端子がないので、こちらのコネクタが必要です。最近ハイエンドイヤホンばっかり使ってるから、この IE300 実は使うの久しぶりなんですよね。そうだね、聞いてみたいと思います。はい、いや久しぶりに使ったけどこのイヤホンいいな。中高音域もねめちゃめちゃくっきりしてるんだけど、この 80S シリーズの後継モデルになるからか、低音もめちゃくちゃいいんだよね。ちょっとロック寄りなテイストのね、この味付けがもうたまらんですね。いや iPhone で聞いても普通に楽しいですよ。って言ったら話が終わってしまいますので、今度はこのグリフォン経由でね、聞いてみたいと思います。はい、 96kHz ハイレゾロスレス。で操作もですね iPhone と連動してますので、このボリュームのね、ダイヤルを押すと音楽が再生されます。音量調整もちゃんと連動してますね。で肝心のサウンドなんですけどね、もうニヤッとするよ、聞いた瞬間笑いが出るよ。うわー全然違うな、びっくりするレベルで全然違う。というわけですね、こちらグリフォン実際に使ってみましたが、音質はもうめちゃくちゃ素晴らしいね。まずスマホと明らかに違うなって驚いたのが、音場の広さと音の分離感ですよ。 iPhone で聞いた時は左右から中高音に少し低音がどしっと乗っかってるかなと、少し低音が前に出てて中高音域が窮屈かなっていう印象があったんですけども、このグリフォンに接続することによってその音の分離感がもう圧倒的に良くなります。少し中高音に乗っかってた低音バスのサウンドなんかがきちんとあるべきところからこう聞こえてくるような気持ちいい低位感と距離感になります。中高音域にかぶりにくい方向距離感でしっかり聞かせてくれると、そのため締め付けられていた中高音域がぐっと開放的になって、楽器のサウンドとかボーカルがさらに気持ちよくね耳に届くようになって、もう少しこの音しっかりアプローチかけてくれたらいいのになっていうサウンドがしっかり前に出てきます。ここがまずスマホと全然違うところですね。音域もですねすごくくっきりはしてるんだけど刺さりにくく、かといって丸みがありすぎるわけでもなく、シンバルやハイハットなんかのサウンドも気持ちいいながら自然な印象になってますね。で音の味付けがねかなり自然というか結構ニュートラルなんですよ。例えばソニーの新しいウォークマンシリーズなんかは他のダップよりもすごく奥行き感のある、そして超高音域までしっかり鳴らしてくれるキメの細かいサウンドが特徴的なんですけども、そしてフィーオの M17 の場合はしっかりと密度感と滑らかさのあるサウンド、そして中高音域の繊細さっていうのが特徴的なんですが、このグリフォンはですねそういった目立った特徴っていうのが特になくて、ですからスマホ単体で聞いた時とそのグリフォン経由で聞いた時に音の味付けの印象っていうのはあんまり変わらないんですよ。ただ純粋に解像度と音の密度感、重量感、そして音の広がりがパワーアップしたっていう感じですね。特に高音がシャープになったのは低音がめちゃくちゃボリュームアップしたなっていう感じはしなくて、ただただ純粋に iPhone から聞こえてくるサウンドがアップグレードされたなっていう印象です。高級なダップとかアンプになってくるとどっちかというと音質の良し悪しっていうよりは結構音の味付けとかがマニアックになってきますので、こっちのモデルはここがいいんだけどでもこっちのモデルはあれがいいんだよなみたいな感じでね、結構好き嫌いがあったり一般の人にはもう理解できないわっていうねマニアックな違いっていうのがあったりするんですけども、このグリフォンはですね特別な味付けやそういった偏った部分っていうのが全くないので、なんか全ての音域に均等にアプローチかけてくれてるなっていう印象ですね。ですから誰でもあすごく
いい音になったじゃんっていうのがね、分かりやすいと思います。純粋に音の凄みやパワーを感じやすい。特にいいなと思ったのが、低域ではめちゃくちゃボリュームアップしたわけじゃないんだけど、バスのこう深く沈み込む感覚だとか、ベースサウンドの震えるブオンっていう圧力ね、この自然な音の凄みっていうのがめちゃくちゃ楽しいです。では今度は X スペース、まあ、音場をスピーカーに広くする機能を使ってみましょう。ここのスイッチをオンにすることで、はい、このように X スペースと表示されましたね。これで聞いてみたいと思います。ふい、あー確かにね、音がこうふわっと広がって、どっちかというとなんか中高音域がさらに開放的になったなっていう印象で、なんかすっきり聞きやすくなりましたね。ぐーっとこう濃密だった音が少しふわっとなったような感じ。さっきまで若干距離感のあったボーカルだとか、その楽器のサウンドがもう半歩前に出てくるような感じもします。ただ中高音が前に出てくることによって、低域が少しマイルドになったような感じがしますね。そこで X バス2ですよ。この X スペースと X バス2は併用することが可能 でこの X バス2をですねオンにして再生すると、おほほほほ、低音いいな、いい、バスの密度感とこの重さめちゃくちゃ楽しいね。これでちょっと僕好みのバランスに設定することができました。でこの X バス2がすごい、これ X スペースもそうなんですけど、デジタル処理ではなくてアナログ回路を通して低音をブーストかけてくれますので、なんかね高音域が潰れたりすることなく、自然に低音のボリューム感がすごくアップするんですよね。普通のエフェクトとかイコライザーで低音盛ると、なんかちょっと中高音域が遠く感じたり、低音に埋もれたような印象があるんですけども、そういった印象が全然ないんですよ。高音の抜け感そのままに低音をボリュームアップしてくれるんですよね。だから低音が強くなってもボーカルだとか楽器の音っていうのがめちゃめちゃくっきり聞こえるんですよ。この本体での音質調整効果っていうのが非常に素晴らしいです。そして出力もですね、バランスで32オーム 1000mW とサイズからしたら出力もめちゃくちゃあるので、こういった高性能なヘッドホンなんかもしっかり鳴らしきることができます。これねタコスタジオの T301 っていうヘッドホンでね、最近買ったやつでまたレビュー動画もね出そうと思ってるんですけど、バランス出力ではボリュームもかなり余裕がありますし、音が弱々しいっていうことも全然ないですね。そしてゼンハイザーの HD820 のような高インピーダンスのフラグシップモデルでも、これもですね全然鳴らせるし、音のパワーっていうのもしっかりあるんですよね。これちょっとびっくりしたね。このサイズでこれ鳴らせるっていうのはちょっとびっくりしたね。ボリュームに関してはまだまだ余裕あるよ。さすがに据え置きアンプと比べると高音域とかの解像度はやっぱり据え置きの方が全然あるかなっていう感じなんですが、まあ、低音のボリューム感だとか音の力強さっていうのは申し分ないですね。しっかりとドライブできていると思います。このサイズではびっくりするぐらいの出力ですよ。これはすごい。それなりに高性能なヘッドホンを使ってる人でも安心して使います。では今度はですね Bluetooth で聞いてみたいと思います。コーデックは高品質の LDAC で接続。あのねワイヤレスでめちゃくちゃいいですよ。めちゃくちゃいいわ。さすがにね有線で接続した時と比較するとどうしても解像度落ちるので、まあ、ボーカルや楽器の滑らかさだとかきめ細やかさっていうのはどうしても差が出てしまうんですけども、低音の鳴り方とか音の広がり方っていうのはしっかり有線イヤホンしてますよ。有線らしい深みと力強さのある鳴り方してますよね。気になったのはね、先ほどの X バス2をオンにすると有線の時と比較すると少しもやついた印象強くなるんですよね。なんかちょっと透明感とかクリア感に欠ける低域になると言いますか。だからまあ純粋に有線の時とはその解像度の差っていうのが目立つかな。ただねワイヤレス最強のノーブルフォーカスプロと比べても音質っていうのは全然遜色なくて、むしろ有線らしい深いところからこう音が鳴る感覚だとか音の広がりっていうのはこっちの方が全然いいように感じますよ。やっぱりアンプが非常に優れてるんでしょうね。こちらの方でしっかりねアップデートしてくれます。それなりに質の高いイヤホンを使っている方はワイヤレス最強クラス以上の音を体験できるっていうことですよ。まあ、これはねそのまま持って移動することも可能ですので、まあ有線イヤホンをちょっとしたワイヤレス感覚で使用することもできます。まあ、実際この筐体に有線で繋いでるんでね、ポータブルダップとかを持ち歩いてるのとそんなに変わらないんですが、さらにこれもう一つ素晴らしいのが PS5 や Nintendo Switch でも使えるんですよ。スイッチとかにつないでこいつ経由で高品質なヘッドホンなんかにつないでね、ゲームのサウンドもめちゃくちゃアップデートしてくれます。ゲームでもキャラクターが歩いた時の音だとか敵の声が聞こえる方向だとか、この音の分離感とか定位感っていうのもめちゃくちゃしっかりしてますよ。戦闘のサウンドとかも迫力あるしな。ポータブルダックとかだと結構ゲームでは使える使えないモデルっていうのがありますので、ただこのグリフォンならまあスマホだけじゃなくプレイステーション5だとか Nintendo Switch でもしっかり楽しむことができました。
というわけでね、 IFI オーディオのグリフォン紹介してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、高性能な DAP なんかもちろんいいんですけど、スマホでサブスクメインで音楽聴くっていう方はですね、こっちの方がね使いやすいわと思われる方もたくさんいらっしゃると思います。まあ、スマホの方がねアプリやゲームなんかもサクサク動きますし、音楽以外のコンテンツもしっかり楽しむことができますよね。まあ、高性能な DAP にも DAC 機能が備わってますので、まあ、これとつないで楽しむっていうこともありなんですが、まあ、こういったモデルの方が結構でかかったりしますからね、気軽にいろんなデバイスにつなぐんだったらこっちの方が全然使いやすいと思う。だからさ、スマホ買い替えて古いスマホあるじゃないですか、それをこいつとつないでこうゴムなんかで縛ってね、古いスマホを DAP 代わりにしちゃうっていうのも全然ありだよね。サウンドもねミドルレンジの DAP くらいだったら全然負けてないと思いますよ。それくらいね非常に上質なサウンドでした。唯一ね気になったのは、 iPhone で使うとしたらこの付属のねライトニングケーブルが必要なんですよ、この短い OFC ケーブルね。ただこれね、あのケースに干渉しちゃうんですよ。ケースつけたままだとはまらないんですよね。ちょっとこの端子の周囲がごついので、ここがケースに当たって干渉しちゃうんですよ。大丈夫なケースもあるとは思うんですが、ここはねちょっと残念でした。今アップル純正のレザーケースつけてるんですけど、こいつはダメでした。でケースをつけたまま使うフィオのケーブルなんかも試してみたんですけど、これだと動作が安定しないんですよね。接続がプツプツ切れたりして、純正ケーブルじゃないと相性は悪いみたいです。あとは価格が高いかな。まあ、お値段がね8万円前後と非常に高価になってます。まあ、それぐらいの価格帯だと DAP とどっちにしようかなって思っちゃいます。純粋に音楽メインで使いたいんだったら DAP、 幅広いデバイスやコンテンツを楽しみたいんだったらこちらのグリフォンを選ぶといいと思います。また概要欄にですねリンク貼ってますので、気になる方は一度チェックしてみてください。というわけで、スマホもゲームも化け物音質にしてくれるこちらグリフォンの紹介でした。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。